私はもうリールワークにいる意味はなかった。私はリールワークにとって行ってもいなくてもどうでもいい存在だった。それが分かった時、私は肉体のこそことに何の怖さも感じなくなったんだ。
てもいなくてもどうでもいい存在だった。それが分かった時、私、肉体の残すことに何の怖さも感じなくなった。